はい、トロアレのパルマやっていきたいと思います。でもいつ誰が来るかわからないから俺失礼にならない程度にちゃんとしておこうと。偉いね。パンツ1枚青いなら OK よOK よっていいよね。青いならね、パンツ1枚で出てこられても。そこにいるのはシンディどうしたんだろう、ため息なんかついて。シンディどうしたの。うわやだ、驚かさないでよ。来月に休みを取る予定だったんだけど仕事が入っちゃったの。旅行代支払ったばっかりなのにキャンセルできないの。残念。ほんとよ、もう今回奮発してワンランク上のラグジュアリーなホテル予約したの。そりゃ鏡ホテルみたいに、それこそ庶民が手を出せないようなホテルではないけどね。鏡ホテル、あらやだ、あんた知らない？鏡ホテルズ&リゾーツ、世界中の VIP が愛用している超高級リゾートホテルよ。今や世界各国のリゾート地でホテルを展開してるの。死ぬまでに一度は泊まってみたいわ。死ぬまでって、そりゃそうよ。一泊でも私からしたら目ん玉が飛び出ちゃうようなとんでもないお値段がするんだから。でもね、ポイントはそこだけじゃないの。経営者一族が美形揃いなのよ。鏡現社長とかも私の好みのタイプだもん。あれ好みなの？鏡現社長？ん？いや、まあナンディだと思うけど私は好きじゃないなお金もあって顔も良くて、ほんとどこの少女漫画っていう設定よね。あら、どうしたの？あ、ううん、その鏡さんって有名な方なの？そうね、男前だから昔は少しテレビの出てたわよ。今はもう大きな子供もいて落ち着いているけど、一時期はゴシップ誌にも追いかけられるほどでね。あ、そういえばこの前その息子の方が写真撮られてたわね。なんか若い女優と。葵のことだ。少し前はモデルやグラビアアイドルと噂になってた気がするけど、そっちとはもう終わったのかしら。まあそもそもデマだったっていう可能性もあるけど、鏡グループの御曹司ってだけでもネタになるのに、あの外見だから。そうよね、女性関係の噂にはこと書かないわよね。彼のお父さん鏡社長も確かそうだったわ。昔人騒動あったのよ、あの家。人騒動って？鏡社長には今の奥さんと結婚する前別の婚約者がいたの。でも婚約中に浮気しちゃってね、婚約を破棄してその浮気入った。うーわー、婚約破棄となれば大事だし、周りは彼が浮気相手と別れて婚約者の元に戻ると思ってたらしいわ。でもそうじゃなかった。まあ人の家のことだから外野がとやかく言うことでもないけれど、そういうこともあったって話よ。なるほどね。それも多分あるんだろうな。なんかいろいろそのなんていうの、だって婚約者、そうな確かにそうだな。たまに下着姿で部屋なくうろうろしてるから気をつけないと。ありよ、うん全然ありよ。そうね、どうしましょう。喫茶店行っとこうか。シンディがいろいろ知っててよかったね。なんかね、今日は旬の野菜が揃ってますよ。農園の野菜を仕入れたんですか？いえいえ、これ全部娘が送ってくれたんです。先日学校で農業体験の授業があって、その時に収穫した野菜だそうです。野菜を両手に抱えて楽しそうに笑っている写真付きで、女の子なのに泥だらけで真っ黒に日焼けしているんですよ。見ているとこちらの川でついほころんでしまいます。いい体験をさせてもらえる学校で本当に良かったです。私もこの島では農業体験してるな、おばあさんのところで。農業体験は絶対するよね、学校でね。でもうちも本当畑とか田んぼとかある家だったから、全然学校でやらなくてもよかったって感じ。今日シンディが言ってたこと、なんか調べれないのかな、なんか出てこない情報。これね、本当今の奥さんと結婚する別の婚約者がいた。言ってたね、ブスね。まあ、そいつはごめん。
だから関係性悪いのかな。これ私の燃え上がりかもしれないけれど、葵の助けになりたい。心に重荷があるのなら、それを少しでも軽くしたい。いやー、でも送りたくないだ。何実家のことって。なんか、地雷じゃない割と。そうね、ワクワクするよね。私結構地雷だと思うんだけどね、家族のことをやっぱり送るって。はあ、気持ちいい。見せてくれるよ、前回送ったやつ。まだかなあ。来た来た。うわなんかうわーだな。なんかね、多分肌色がなんかちょっと気持ち悪いのよ、パンツの肌色が。もうそういう話好きだ。あ、こんなハートフルな話してるの、一番子供の頃には作ったことなかったけど、実家のこと。もうやだやだ。いや、なんかちょっと変だよね、このパンツね。なんか似合ってないよね。こんなとこかな。ちょっと送るわ。もう送るね。ちょっと一発でなんか私このパンツやだなって思っちゃった。なんか、ハルトの時はなんかちょっとまだ笑えたのに、なんでだろうね。葵だとなんかちょっとなんかなって感じ。もしかして誰かから聞いた？前に進むにはっていうのは違うな。これだと思う。本当に話さなくていいと思うよ、私は。もうパンツ送るから。やっぱこれが一番似合う。もうずっとこれを履いててくれ。なんだろう。これって下着？すごいね、頻繁に下着が送られてくるんだからね。ちょっと戸惑うよね、そりゃね。すごい、すぐ見せてくれるやん。何の歌それ？やっぱ俺いい匂い。シャンプー？え、待って。待ってよ、まだ変わってないんだけど、送ったのに。ショック。もういいよ、隠したって無駄だから。無駄だって分かってるから、会いに来て、そこで話すよ。あら、おお行くか。よし。でもなんかちょっと吹っ切れた感ない、今の感じだと。こんにちは。うん、こんにちは。葵がお父さんの話をしたがらない理由って、メッセージに書いてあった通り、俺が何をしても家のことや両親のことが話について回る。これはドンしとこ。ドン。ああ、悪い。もう無理だ、黙ってるの。いつか自分もあの会社を継ぐんだろう。そう漠然と思ってた。継げないのかな。子供の頃は周りの評価が全てだった。周りから褒められること、認めてもらうことが自分が必要とされている証みたいなもので、いい子でいることが俺があの家で必要とされるのに大事なことだと思ってた。でもそれも息苦しくなって、俺って容量悪くてさ、もともとそんなにできるやつじゃないんだよ。周囲の期待を裏切りたくなくて、いつも人の見ていないところで勉強してた。偉いよね。ちょっと一番上の選択肢は論外で、これだね。できないからしていただけで、別に努力していたわけじゃない。勉強してるやつはもっとしてるし、しなくてもできるやつはできる。俺はできるふりをしていただけ。えらい。中学くらいまではそれでもいい子にしてたんだけどさ、高校に上がって
なんか急に全部どうでもよくなって、ピアスを開けて、髪も染めて、上の方だった成績もどんどん下がっていった。そんな子供じみた反抗しかできなかったんだ。これでもう、誰も俺に期待しない。そう思ったら、急に気持ちが楽になった。それで、どこか遠くに行きたくて、バイクの免許を取ったんだ。前に、お前が送ってくれた写真集。あれ、実は俺が旅先で出会った人が撮ってて、その出会いがきっかけで、写真を撮るようになった。それで、やりたいことが見つかって、息苦しかったあの家を出たんだ。ただ、家を出て周囲の大人の目からは逃げられても、世間の目からは逃げられなかった。まあそうだよね。勉強も兼ねて、カメラマンのアシスタントのアルバイトをしてたんだけど、仕事で一緒になったモデルと、関係を持ったと噂が立ってさ、首、切られたんだよね。え、そんな何、真実でもないことでってことよね。クソったれね、その、なんか。相手が相手だったし、俺も写真が出回って。そう。週刊誌。写真撮られてたんだよな。懲りないよな。俺も。え、それ本当になのかな？気になる？うん。それは気になる。キスしただけ。キスしたんかい。ああ、それはダメだ。してしまっているもの。弁解しておくと、向こうから突然してきたんだ。別れ際に。あら、嫌な女ね。そういうこと？その目、信じてないだろう。まあちょっと信じてない。それをきっかけに、実家のことも明るみに出て、実家が金持ちだってわかると、途端に周りも手のひらを返すようになった。俺が何もしなくても、向こうから寄ってくる。仕事も女も。いろいろと噂が立ったのは、その時期かな。まあ、ちょっとな。苦しかったんだ。実家を飛び出して、その、懐が。お金ね。だから、父親のこともたびたび引き合いに出されたよ。親が親なら子も子だって。言い訳だよ、単なる。でもそんなことが続いて、気づけば写真を撮ることが苦痛になってた。自分が何をしたいのか、わからなくなったんだ。いや待って、絶対終わんないからめん。何言ってんの？つまらない話して。もっと別の話もしたかったんだけど、時間、伸ばせたりしないかな？伸ばします。うん。よし。ありがとう。残ってくれて。私の方こそ話してくれてありがとう。もうこれで隠し事らしい隠し事はないはず。多分。お前はどうして写真を撮ろうと思ったの？その写真家さんの影響でと言っていたけれど。ああ。バイクの免許取ってすぐの頃かな。大した理由もないんだけど、北へ行けるだけ行こうと思ったことがあって。北へ？そう、北へ。目的も何もなくて、ただ遠くへ行きたかっただけなんだけど。それで、海岸線を走っていたら、真っ赤な夕日が目に飛び込んできたんだ。思わずバイクを止めて、浜辺で夕日の沈む海を眺めてた。素敵。まだ少し肌寒い時期だったから、浜辺には誰もいなくて、波の音だけがずっと聞こえてた。これ。なら、引き戻してくれたあの人に感謝しないとな。誰？感傷に浸りたい落とし頃ってやつかな。で、何を思い返しているんだろう。そしたら、
シャッターの音が聞こえて、振り向いたらその人がいるんだ。感傷に浸ってたところを取られて、恥ずかしかったな。どんな写真だったの？夕日を見る俺の後ろ姿。結構様になってた気がする。見たい、その写真。その時の写真は、残ってないから見せられないけど。でも、その人のおかげで、俺は今ここにいる。あ、その時に、その人がサブで持っていた古いカメラをくれてさ。そう。古いと言っても十分使えるし、あとフィルムなんだ。使い方なんてわからないし。手に余るからいらないって言ったんだけど、そしたら、使い方から何から全部教えてくれて。いい人。そこまでされて、突き返すのも悪いだろ？だから、その古いカメラをもらったのがきっかけ。その人とはそれっきりだったけれど、それから行く先々で写真を撮るようになってさ。最初は何も考えずにシャッターを切るだけだったけれど、そのうちに撮りたいものが出てきた。伝えたかったんだろうな。そう。言葉にしきれない自分の思いを。まあ、そんなところ、大して面白い話でもなかったな。結局その写真すらやめて、今はフラフラしてる。これだな。一枚しか見てないけど。ありがとな。俺もあの写真は好き。いつかまた写真を撮りたいと思える日が来たら、その時はお前を一番綺麗に撮ってやるよ。あら。あらあら。はーい。あ。え？今日はありがとう。こちらこそ。まだ両親と顔を合わせて話す気にはなれないけれど、いずれあの人とも話をしないととは思ってる。前よりも少しだけ固くなだった気持ちが溶かされているような気がするんだ。お前がいてくれたからかな。ちょっと何いい感じじゃん。なんかメッセージ、また送って。それじゃあ、引き止めて悪かった。またな。私多分、葵の優しい感じの笑顔が好きだな、と思うわ。なんかキュンとしちゃった、今。いいじゃん。いい面会だったわ。個性見えつつある。教えてほしいな、ずうずうしいから私言わない。あ。またシャワー浴びてるよ。どうする？これパンツ変わってなかったらもう、変わってるよかった。やっぱそれの方がいいわ、葵は。似合ってる似合ってる。ありがとうって。いつかお前にもその時が来たら話すよ。そうよ。やっぱ待つ体勢って大事よね、こっちもね。そんなぐい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 もう、わーわーわーって近寄っていっちゃダメよ、やっぱり。って思うね。はーい。ワイン買います。よし。メッセージ来てない。あ、来てた。普段は雑誌を見るほどの興味はないかな。もちろん服装に気を使わなきゃじゃないけど、送ってくれた雑誌はカールフレの特集とか面白かったの。これかな。なんだか手持ち無沙汰だな。まあね、その雑誌一つじゃね、ちょっと暇つぶしには弱いよね。
くるくる。まあ男と女どっちに興味あるって言われたらそれ女だろう。俺だって男なわけだし。そこは分かんないよね。突然なんかね、目覚めるかもしれないよね。よくない。葵を目覚めさせようとしてる。よくないね。まあ、2箇所あるよ。公園から。雑誌じゃないかな。はあ、つまんない雑誌だった。何読んでたの？ファッション雑誌よ。だけど私が見るには内容がお子様すぎてげんなりしちゃったわ。クールかわいい VS、ふわかわいい、モテるのはどっちですって。どっちもどっちだし、モテのレベルも低すぎね。これあんたにあげるわ。反面教師にはなるでしょ。ありがとう。読み終わったら適当に捨てといて。女性ファッション雑誌な。まあな、今の確かに、その、シンディからの情報だけでも、つまんなそうって思ったもんね。社会見学って楽しいよね。よいしょ。新米くん、仕事頑張ってみてよかった。いつもありがとうございます。どうしたの急に。何？俺を言っとけって先輩にお説教されたんす。今までのこと全部バレちゃったみたいっすね。ご迷惑かけてすいませんでした。ひょっとして今日もワインよ。うん、そうなんだけど、この状況だと渡されても逆に困るかな。そんなことないっす。きちんとお預かりするんで。よかった。いや、出た独り言っすよ。先輩にワインをいただいたら独り言を言うのは仕方ないって教わったっす。なるほど。彼氏さんじゃなかったあの彼って子供の頃は小柄でよく女の子と間違えられたみたいっすね。あの顔立ちですから可愛くて余計に間違われやすかったんじゃないですかね。背が伸び始めたのは中学くらいからで今で180センチあるんだとか。くー羨ましいっす。以上独り言終わりっす。そっか。見たいね、子供の頃の青いね。でもなんかあるんじゃないスチル。なんか、このショーに入った時に映ってたよね。よし。先に雑誌だけ送っちゃおう。なんだろう。あんまり楽しくないかもしれないけどね。特にね、そう起きはしないのよね。待って、そこに雑誌あるよ。あ、びっくりした。寝転がるのかと思っちゃったからさ。雑誌どけてからのがいいよって。この雑誌送ってくれたのは嬉しいんだけど、今度はなんで女性向け？見出しに可愛い対決って書いてあった。全体ガールのとこ意味がわかんないもんな、これかな。今、それもちょっとどうかと思うよね。まだあるよね。あ、違う違う違う。ヤムジンのパンツもね、欲しいよ。欲しいけど。無地か柄物よね。やっぱね。青いはね。人女好きみたいに。さて、やきもちだな。勝手にそう思っとく。かわいい。よいしょ。だいぶ前よ。公園で小銭のやつを拾ったの。ね。すごい前。あそこにいるのは、なんでいるの？気づいた。驚いたな、こんなところでお会いするとは。こんにちは。今日も葵さんに会いに。先日会長が、葵の祖父が倒れましてね。葵さんのおじいさんが、今容態も安定しているのですが、年が年なものでそれを伝えに。会社の方もそれでごたついてまして、息子の引き取りは延期せざるを得ませんでした。そうだったんですね。葵は息子は元気にしていますか？会ってないんですか？私の顔見たくないようで。何付き合う時も口論になり、息子の足をまともに聞くこともできませんでした。そうだね。つかぬことを伺いますが、葵さんとの関係あまりうまくいってないんですか？そうですね。
息子のことは私も妻も家のものに任せきりでしたから。でもきっとそれだけではないでしょうね。彼が私を恨む理由は。恨む理由、あなたにも話しておいた方がいいのかもしれませんね。若い頃私には婚約者がいましてね。出たこの話ね。彼女の婚約は周りが決めていたものでした。ただ私も彼女のことを愛していましたし、周りの者を皆私たちの婚約を祝福してくれました。けれども私はその婚約者を裏切る形で葵の母親と結婚しました。浮気ですね。婚約者に謝罪して葵の母親と別れる選択肢もなかったわけではありません。ですが私は婚約解消を申し出ました。それって葵がいた。あー、なるほどな。出来婚ってことな。あー、イメージは最悪よね。でも偉いと思うよ。そこで婚約破棄して結婚したんだから。結局あ、ユイナもしましたの。それはそうね。ちょっとその婚約者かわいそうだわ。もちろん周囲の風当たりも強く、それまで築いた信頼も何もかもが崩れ去りました。失った信頼を取り戻そうと、あの頃はただ必死で仕事をしていた気がします。そのせいで息子には寂しい思いをさせたと思います。それは昔家族3人でひまわり畑にいた時に待って、あなたちょっとイケメンすぎない？当時偶然私も休みが取れて。いい写真ですね。でかく見たいんだけど見れないのかな。ありがとうございます。息子の笑った顔を見たのはこの時が最後で、私は一度婚約者を裏切りました。その事実は今も変わりません。ですが今の妻と一緒になったことを後悔していません。どんな形であれ二人を持っていこうと、彼女のお腹の中に葵がいると知らされた時に心に消えました。まあ、偉いとは思う。偉いよ。そこでちゃんとね、私の生きがいなんです。どうしてその話を私に。あなたが息子の命の恩人というだけではないと施設のようなものから聞きまして。それって。それはまた息子の口から聞いてください。胸が出る時間なので、そろそろ。すいません、引き止めてしまって。なんか話ができてよかった。私もちゃんと葵と向き合っていこうと思います。なんかでもそうね、初めて見た時はちょっとお父さんちょっとなんか大していい人じゃないのかなと思ったけど、いい人だったわね。いい人だったわ普通に。ちょっと待って、これさ、あ、今のまだ見れないんだ、さっきの写真。え、見たい。送っとくか、おじいさん。大丈夫そうだね。じゃあ一旦寝ましょう。なんだ、あかん、ここね。はいはいはい、言っときましょう。え、見せてほしかったよね、さっきの写真。新米くん書類を作ってるのかな。随分と仕事熱心になってきたみたい。本日もお疲れ様です。偉いね新米くん。忙しいところお邪魔してごめんね。いえ、特に忙しくないっすよ。今反省文、反省文だったんだ。それじゃあちょうどいいところに持ってきたかな、これ。ワインっすね。ナイスタイミングですよ。それさえあれば先輩に許してもらえること間違いなし。でもいつまでも桜さんとワインに甘えちゃダメですよね。俺決めました。これで最後にするっす。今後は自力で頑張ります。あ、じゃあこれでワインは最後ね。最後は大ネタ出しますよ。まあ、独り言ですけどね。彼のお母さん知ってます？これ独り言なんで答えなくていいんですけど、現役のファッションデザイナーでモデルもこなす超がつこうと美人さんなんですよ。見た目が若々しいから何かの折に親子二人でいると恋人同士だとよく勘違いされるらしいですね。おかげで元カノに二股疑惑をかけられて修羅場になったことなったとかならないとか。最初に俺が話した彼が熱い視線で見つめたモデルさん、実は彼のお母さんだったみたいっす。そういえばお母さんなしってほとんどしたことなかったかも。確かに。お母さんの話はしたことないね。
そんな美人さんなのお母さん。それも聞いてるのか。どうする。ここはさ、嘘つかずにお父さんから聞いたって言っとこう。うん。でもお父さんと会ったっていう情報イライラするかな。早っ。心配してメッセージまでくれて。こっちだな。うん。こんな時だけど行きたいのよ。どっか行っとく？どこ行っとく？喫茶店？あ、いなかった。ショック。喫茶店いない率高いよな、やっぱり。後半なんか前半大体いるのにね。俺もお前の顔が見たい。うわー、好き好きです。はい、ということでですね、ちょうど区切りもいいかなと思うので、うん、本読んでるしね。今回はこの辺で一旦終わっとこうと思います。いや、本当に佳境になってしまったので、物語がね。でも最後気になるんでね、ちょっと駆け抜けようかと思います。もうどんどんやっていこうと思います。はい、ということで今回これで終わりたいと思います。バイバイ。